梶本達也は兵庫県西脇市出身の元プロ野球選手、宇ト右ミギ西脇高時代は甲子園出場経験はなし。高校卒業後は天理大学へと進学するも休学し、2007年に四国九州アイランドリーグの愛媛マンダリンパイレーツに入団。愛媛時代は29試合に登板し15勝6敗、1セーブ144奪三振。 防御率2.27。最多勝ちのタイトルを獲得した。2007年のプロ野球ドラフト会議で、オリックス・バファーローズから育成一巡目で指名を受け入団。2008年5月30日、支配下選手登録される。ウエスタンリーグでは24試合に登板し、0勝5敗で、防御率4.29。勝ち星こそなかったが、チーム最多の投球回数となる77回に、 3イニングを投げ、終盤にはクローザーも任された。2009年5月25日、初めて一軍登録されたが、登板機会のないまま5月28日に登録抹消された。2010年も一軍登録されたが、登板機会のないまま抹消され、シーズンを終える。ウエスタンリーグでは7勝を挙げ最多勝ちのタイトルを獲得し、 台湾で開催された第17回アイブフ、インターコンチネンタルカップの日本代表に選ばれた。2011年は5月12日に一軍登録され、5月14日の日本ハム戦でプロ初登板を果たした。しかし、その後の登板はなく、10月9日に戦力外通告を受け、12月2日に自由、契約公示された。 最速時速1 4 9キロメートルのストレートとスライダーが武器でプロ入り後にフォークを本格的に磨き落ち幅の違う2種類を投げ分けていた。ありがとうございます。